これね1000円で4杯。マロリーポークステーキ以外でも系列店いくつか、これで2人前なんやけども、これでも一番ちっちゃいサイズ、高尾山。どうもなとこです。今回中目黒に来ました。今回紹介するお店、コスパ最強のお店です。今回紹介するお店がこちらということで、前に俺1回自由が丘でマロリーポークステーキっていうお店を取り上げたあれやけども、なんとついにそれが、中目黒に進出しました。でね、もう今日ね、今撮影終わった後なんですけど、結論からマジでやっぱやばいから、中目黒も、自由が丘と同様にせんべろがあるんですけど、最低4杯そして最大7杯で、それ関係なしでお通しが3品ついてきます。もうね、しこたまコスパがやばいで、そのせんべろセットだけでもいいねんけども、一応ステーキのお店でもうそれ行ってもらったらやばいよっていう、俺としては正直ここくらいだったらこういう楽しみ方した方が一番いいぞっていうのもね、これから本編で話してるので、よかったら見てください。ただマジで酒飲みじゃなくてもいいんだけど、特に酒飲みは来たら絶対後悔してないお店です。マジでいいお店ということで、早速本編行きたいと思います。行ってきます。これね1000円で4杯、もしかしたら7杯も飲めるっていう。はい、というね、来ましたよ。相変わらずおしゃれで、自由が丘もすごい綺麗ないけど、ここはワンフロアだけ、自由が丘の上があったと思うけどっていう感じになってます。でこれがねメニュー、これですよ、せんべろセット。これがもうね結構度肝抜かれるすごいやつで、税込みで1100円なんやけども、コイン4枚プラスお通し3品もらえて、このコインを、ドリンクないしは料理と変えていくっていう感じ。チンチラやるんやけど、出目によったら最大プラス3で、魔物にやったらプラス1で、もし全部外れたとしても最低4枚は確保できますっていう感じです。で、ドリンクメニューこんな風になってて、1コインから、レモンサワーとか変えれたり、コイン2枚やったら、こういうビールとかねあったり、フードも一緒でソフトドリンクもあるって感じです。でやねんけど、ここ、そのステーキのお店やから、そのせんべろの中にはステーキないんやけども、普通にメニューとしてもこういうのがあって、山の大きさにちなんで、その山が大きくなればなるほどこのグラム数も大きくなるっていう感じだけど、物によってオリンポスとかで、これは結構ね大食い系の YouTuber の人が食べたりしてます。食べきると特典みたいなのがあるんで、でも他にもこういう風にメニューがあって、こっちもドリンク普通にコイン1枚でジンジャーハイボールとか買えれるけど、定価490円やから、それだけで4杯取ったら普通に速攻元取れるっていう、そういうねすごいせんべろセットですよ。っていうことはなので、とりあえずチンチラ当てていこうぜ。ちょっと俺たちは7枚7枚当てよう。そうね、じゃあちょっとチンチラやります。はい、ということでね、これからやりますけども、これですよ。ここマロリーポークステーキ以外にも系列店いくつかあるんやけど、俺1回だけ撮影中にゾロ目当てない。マジでやらせかっていうぐらい一発で出て、さあ今日は持ってるでしょうかね。で一応出目解説しとくと、全部がゾロ目だとプラス3で、456っていうのが出たらプラス2で、何かしら外れてるか1ペアであればプラス1、でもしそれが全部なかったら4枚スタートするって感じ。お酒いっちゃっていいですか？もちろん。最初に出しちゃってください。出しちゃっていいですか？やるっすよ俺。どうぞ。お、しごろや。プラス2枚。2枚。初めて。しごろも初めて。いやあれだ。でここから6枚を。6枚。しゃ。じゃあ次ちょっと龍もね、徳を積んでるんで、徳を積んでるんで、日々やらせていただきますよ。おいワンペアではプラス1、何枚だ？5枚。345ということでね、頼みました。こちらこれ龍のやつ、中目サワーっつって、冷凍したレモンをねこう入れてると、別に頼んでもいいし中を注文して追加することもできる。自分起業の時からしたけど育てる系好きやな。育てる系確かにね、言われてみれば。中目サワーが、コイン2枚で、俺は1回ね普通にコイン1枚のレモンサワーにした。じゃあちょっと乾杯しよう。ういっす、どうです？いい、乾杯。あー久しぶりにレモンサワー飲んだ。うまっ。何に使っていくかって話だけどね、これを使う前にまずお通しがそれぞれ3品ずつから、これは結構ゴーってなると思うけど、ちょっと楽しみにしててくださいな。俺でももしかしたらここは自由が丘とは違う感じかもしれんから、ちょっと俺も楽しみにしつつ待ちたいと思います。で今3枚使ったんやけど、俺が5枚残ってて、龍が3枚残ってるから、まだね8枚もあるっていう。8杯飲みますよ。でちょっと一旦ねまずお通し待とうと思う。ちなみにこのコインお互いでシェアすることもできるんだよし、このせんべろセットおかわりもできます。おかわりした時にさすがにお通し3品は使えへんねんけど、本でもだから最低4杯は1000円飲めるっていう、250円一杯。すごいよ。おかわりできんだ。それはすごいね。パリで来てシアで食うって結構やばいけどな。ということで、お通し来ました。紹介します。こちら。これで2人前なんやけども、その時に買わないけど、今回は、枝豆のスモークソルト、豚マヨの、ブルスケッタと、イワシのトマトハーブ漬けって感じです。照明相まってないけど、めっちゃうまそうに見えるよね。肉眼で見てほしいよね。美味しそう。今回ちょっと2人やから、2人分で盛り付けてるんやけども、1人で来た場合は、例えば今であれば、枝豆とこのブルスケットは、これに乗っけて食うらしい。で、これと別皿で、イワシのハーブ漬けを、出してくれるらしいです。まあ、お通しっすからね。さすがに、自由が丘は、毎回チーズフォンデュで出てきて、マジでやばないと思うんだけど、さすがにやっぱあれはやりすぎたと思う。多分それ見てる人が見たら、チーズフォンデュ来んのかなと思ってましたけど、違うよ、あっちがやりすぎてただけ、これ。むしろこれでもだいぶ得やから。まあ、ちょっとな、食べようか。ぶっちゃけこれでもだいぶ酒飲めるからな。じゃあ、いただきましょう。悩むね。そう、マジでそう。でもね、ここマジ枝豆の嬉しいのがね、燻製っていうのがまたいいんですよね。だけど、ちょっとこの、こっちが初やから、ブルスケッタ。前回はマリネと枝豆とチーズフォンデュやったけど、これでもなんかめちゃくちゃ塗られてて、うまそう、これ。鶏レバーのパテかと思った、これ。あ、すごい濃厚な匂い。いただきます。うまっ。これ、コイン1枚か。あとでおかわりしよう。もう。まだお互い1000円で収まってるからね、これ。ちょっとイワシもいくか。うまそうやな、これもまた。ほんま栄養に取れるな、この照明が。はい、こんな感じでございます。まるでうまい。めっちゃクオリティ高いお通し。進むわ。さすがにこれでずっと酒飲むのはあれなんで後で頼むけど、ちなみにここのメニューは前回の自由が丘とはちょっと違うんやって。ここはここで、まあ同じのもあるけども、中目黒専用のメニューになってるらしいから、まあ2店舗行ってもらったらそれぞれ違う楽しみ方ができると思う。ごめん、ちょっと枝豆もいこう。うまそうやな、これ。もうクソルトが光っとんで、これ。しっかり目に振ってあるね。あ、うまっ。燻製がパンって弾ける。うまっ。燻製好きだよね。好き。育てるの好き、ギブされてるの好き。変なやつら。変なやつらだ。開けよう。いいね。てかマジでやばいわ。お互いそれぞれ今2枚1枚当たったからやけど。8枚あるって、まあちょっとね、なくなったから、ちょっと、まあ頼みつつ、なんか料理も頼もうと思う。おかわりしました。こちらにしました。結局、龍と一緒にした。育てたい系。育てたい。じゃあ、ここコイン3枚で、おかわりサワーっていうのがあるんやけど、だから、まあ、いわゆる中か。やねんけど、その中が結構量あって、これ今水なんやけど、これに、中が入ってくるそうで、結構なボリュームなんですって。育てていく系 YouTuber だから、やっぱ、そこやっていかなあかんなと思って、初めてだけど。で、追加で料理も食べました、こちら。これはね、コイン2枚の、黒トリュフサラミです。まあ酒爆発的に進む、匂いもうしてるもんね。うわ、もう何も言わんでいいやろっていう、ちょっとオリーブオイルかかってる感じかな。はい、あ、そうです。マジこのマロリポークステーキ系列のマジ素晴らしいだから、クオリティがすごい安定してるから安心して飲み食いできるじゃん。まあ。まあ、はい。じゃあ今回ね、お互いで育てようっていうので、おかわり探してるけど、ここはそのグラスワインもあって、イズスワインっていう。で、これイズスワインもすごい美味しいから、まあ、ワインに合うような料理もいいから、一人飲みに来たりするのやったら、こっち行ってみてもらってもいいかも。こんだけ頼むけど、まだあとね、4枚余ってるっていう。だからまあ、ちなみにここは、この店でもそうやし、この系列でもいいんだけども、余って使い切れんかったら、使い切らなあかんことなくって、持ち越せます。持ち越せるし、持ち越したやつを別の店舗で使うこともできる。過去にその系列で取り上げてるから、まあ、それ概要欄に貼っとくから、まあ、それはよかったらそっち見つつ参考にしてみてもらっていいと思うけど、マジで酒飲みの細部に優しすぎる飲みを。マジ金もらってんのかっていうぐらいすっごい PR してるね、今俺。一切ないんですよ、そういうのもらってませんよ。でもね、やっぱね、ここそのステーキのお店やから、まあ、前回自由が丘の時も頼んだんやけども、このね高尾山がね程よい値段で、まあ大体1000円ぐらいでいけるんよね。だからこれいくとだいぶお腹苦しい、お酒も進むんで、まあ、ちょっと高尾山はせんべろに入ってないけど、ペットで追加注文します。じゃあもうここからはしこたま飲み食いしていこう。まあ龍がね中目沢はなくなったわけよ。だから追加注文したんやけど、車での間サラミにめちゃくちゃ感動して、もうずっと「やばいわこれ」やばいわーとか言って。これ1枚でどんくらい飲めるっつった？さっき一口で食べちゃったけど、多分細かく食べていけばメガハイみたいなの男前ジョッキー1杯はこれ1枚で、まあ、でも気持ちは分からんくない。一口でちょっともったいない感はね、なんかめちゃくちゃバンって広がるからさ、濃厚やから、ね、半分とかに切ってもいいかもね。いやもうマジでこれカメラ回してくればよかったっていうぐらいめちゃくちゃ余韻に浸ってて、ずっといやサラミやばいわ、サラミやばいわと思ってほんでね、まあ、ちょっとおかわりサワー頼んだんでね、これです。もうこれをそのまま入れたらレモンサワーできますよっていうやつよね、入れるには。ありがとうございます。どうかな。ありがとう。育てていかないと。はーい。ほんでね、さっきも頼んだポークステーキがで、一応おかえりさは言ったけどもまだあるっていう。ステーキまだ食べてないから俺はこれ今のところ1人当たり1000円でこれやりくりしてるっていうね。そうか。そう、まだまだまだいける、まだだから追加で頼めるから、やっぱすごいよね、中目黒でこれって。まあまあちょっとね今焼いてくれてはるから、ステーキ待とうと思います。来ました。まあ攻めるではないんやけどね、もう俺はねマジでここ来たら絶対これ食った方がいいよっていうね、もうここの売りです。ポークステーキです。見てください、でかい。これでも一番ちっちゃいはず、高尾山でグラム数が 270g で、990円なんやけども、マッシュポテトとクリームスピナッチがついてます。これほんまやばくて、いや俺さ今正直センブレスっていろいろ飲み食いしてるけど、まあ自由が丘行った身からすると正直、まあ、1000円の枠は超えちゃうんやけど、ポークステーキ頼んであとそれとプラスお通し賛否で残ってるコインとかは全部酒に振っても俺はいいと思ってる。センブレじゃなくなるけどね、マジでそれぐらいね、これぜひ食べてほしいやつやから。見てよこのツヤ、でかい、マジで安い。だからもしな人によったら、まあこれの1個上のな富士山やったら 450g やから、まあ、ちょっと切っていきましょう。厚さがやばい、厚さが高いんだね。いやそれないよこれ。いやマジで絶対これで酒飲めるから、マジでセンベロセット行ってこれポークステーキ行くんやったらほんまに酒に振った方がいい。でもさすがにそれだけやともうちょい紹介しようってなると思うから、今回いろいろ言ったけども、はい、この色鮮やかなピンク色、やばいね、やばいよね。でお好みでまあこの辺一緒に食べてもいいし、まあ、単品でもいいしって感じです。綺麗なピンクだね、マジ綺麗なピンクやね。これいただきますわ。でこれがねソース、オニオンソース、オニオンソース。まあでも一応卓上にわさびとかもあるし柚子胡椒もあるし、左行くとまあ塩とかブラックペッパーもあるから、まあ結構お好みでいろんな楽しみ方ができると思う。いただきます。まあ、一旦まずマジで綺麗な色、あんまい。しかも多分パッと見てちょっと一瞬量をって思うかもしれない。多分ね余裕で食べきれるぐらい重くないのよ、油が。これレモンサワーもうまいけど正直ワインでもええな。2人でもし来てたら、1人だったらちょっと多いかもしれないからねあれやけど、2人来てたらぜひこれ半分こしてもらったらいいと思うので、ちょっと龍の半分反応も取ろうかな。食べたことないもんね。はい、初めて来た、はい。いや、わかる？マジでさ、ポークステーキだけでもうあと全部酒に振っていいよね。お通し3つついてるし喋れるあ、出た、拍手だけしかせんやつ。これせんべろで来てもさ、食べんかったらちょっと損してるよな。そうだね、2人だったら絶対頼むべきじゃない、うん、半分ことかしてうわいやいやいや、順番後から来る。いや、よかった、もたれないね。まあ、あとは全部俺が食べる。おい、あかんかん、うまい、やばい。ああ、そうだってなうん、美味しい。いやー、高尾さんやばいよね、めちゃくちゃうまい。マジでこれだけ食べに来てほしいよね。でもね、腹すかしてたら大きいのもいや、間違いない、間違いない、ガブってね。じゃあちょっと、もうちょい行くか。これで来ててもおかしくないけど、ちょっとまあ他にもね、このマッシュポテトとかこの辺あるからセットで、正直単品で行ってもらってもいいんやけど、まあセットで食うとね、また変わるから。このね、クリームスピナッチに関してはね、まあ、ほうれん草と生クリームとクリームチーズとガーリックでこうあえたような感じで、まあ、このままでもいいねんけども、まあ、これで一緒にね行ってもらってもいいと。あ、なんとも見るエロ動画、見るエロ動画ってそのまま食を通した、18禁。見ないエロ動画教えてくれよ。やっぱこの断面が綺麗よね。いただきます。これほんま取らんけどマジで龍のリアクションが見たい。やばい、もともと甘いけどガーリックとクリームチーズの濃厚なのがね上に乗ってやばい。もともとこのポークステーキは結構シンプルに甘みのあるステーキだから汎用性があるのよ、すごい。だからいろんなポケモンでいう EV みたいなもん、今シャワーズになんか分岐ができる。あ、そうそう、いろんなね分岐ける。あー、うまっ。やっぱ食って思った。コインまだ1枚余ってるけど、もうあれは先に行きます。たまらん。マッシュポテトもいくか。このマッシュポテトもね、俺はすごい好きでね、見てわかると思うけども、トロトロ系なのよ。この固形物一切ない、滑らかなのよ。いや、ほんまグルレポの仕事本かな。舌触りがマジで優しすぎ。赤ちゃんでもいけるこれ。80歳で歯なくなってもいけるこれ。マジで食ったらわかる。マジで正直今せんべろの動画なのかステーキ食う動画なのかちょっとわからなくなってきてるけど、まあそれくらいね、テンション上がります。うまい。ちょっともう開けるわ。作るかな。いい色やね。何でいくの？あ、ちょっとちょっとやっぱ俺と一緒の食べてほしい。クリームスピナッチいってほしいっす。マジで美味しいから、もうちょっといっていいですね。多めに。はい、ほんまにポークの甘みとこのトッピングのね、濃厚さがめちゃくちゃ合うから。いや、これめちゃくちゃうまくない？じゃあマジ俺がさ、イーブイって言ったの分かるよね。楽しみ方がいっぱいあるね。俺まだここもやっぱね、確かにまだここも行ってないもんね。まあ全然もたれない。油が甘い。いや、そうなんですよ。で今一応ね、まあ、2人でこれだけ食べてますけども、まあ、ちゃんとね普通に買うっていう、やっぱこうなおさらやっぱ思わないですか？せんべろセットとポークステーキっていうセット行った方がいいっていうのが。これで今だと1人1500円焼く。やばい。俺ね、まあ、沖縄行ったらやっぱステーキ食べるんじゃない？沖縄ってすごいステーキで締めるっていう文化があるから。でその時にいろんな食べ方があるんで、一番好きなのがわさび醤油ない？あんねん、たまたま。ちょっとそれでこうかな。豚がすげえ甘いからすごいバランスいいと思うよね。この醤油の塩分とかもちょっとチラッとやりすぎたじゃあちょっとまあ大丈夫。すごいなんかここのわさびトロトロなんやけど。はい、もう全然違う。今サンダースさっき水タイプやったけど、今もう雷。うまいこと言ってる。わさびってビリビリってくるからすごい。マジでね、イーブイっていうのはめっちゃ的確やと思うんですよ俺。いや本当ね、みんなにやってほしい。それ以外言うことがない、正直。うまい。このせんごべろが完璧なんじゃない？組み合わせとして。あ、そう。せんべろでもいいねんけども、できればやっぱこの名物がね、ポークステーキなので、せんごべろ。まあ一人で来たらちょっとそれ以上いっちゃうけど、2000ベロになっちゃうけど、一回堪能してほしい。忖度抜きでほんまに美味しい。マジでうまい。そう。もうなくなる。開けます。てか、しかもなんか朗報やった。おかわりサワーコイン3枚使わんとおかわりできひんと思ってたんやけど、聞いたら例えばまあ4枚しか当たらなかった人とかにはさ、多分できひんと思うんやけど、1回中目サワー頼んでたらこれでプラスレモンサワープラスでさ、コイン1枚でこれについてくれることもできないって。だからまあ中目サワー頼まんとそれでやってみてもらってもいいと思う。育てたい人はそれでもいいかも。でまあちょっとなくなったんで、まあ俺ラスト1枚余ってるからレモンサワー頼んで、まあ龍もなくなったから龍のやつだけはちょっと別途にあるんやけども、まあ追加で頼もうと思います。完全に失念してた。この系列あるある。前回もそうやったけど、ここね濃さが選べるのよ。普通濃いめ、ヤバめってあって、それベッド料金なしでできるよね。ちなみに先聞いたところ、今回おかわりサワー普通にしたけども、おかわりサワーも普通濃いめヤバめができるらしいです。じゃあ普通これぐらいやってにそうだ、濃いめこれぐらいにそうだ、ヤバめこれぐらいらしい。でだ最後に「まあじゃあレモンサワーどうしますか?」って言われて忘れてたけど、じゃあヤバめにしますって今作ってくれてたんやけど、ヤバめやばい。これぱっと見多分レモンサワーとしか見えないと思うけど、ヤバめね今これぐらいまで入ってた焼酎だから、もう俺ねほぼレモンサワーじゃないのよ。レモン焼酎ロックなのよ。炭酸が添えてあるだけ。そうほんまスラムダンクみたいな、左で添えるだけみたいな。マジいやこれ絶対かけえよ。怖っ。どこカチ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 とかじゃない。頭ぶつけてんじゃん。カチカチかこう硬さしかない。うわほんのり炭酸。めっちゃレモンはある。めっちゃ育ってる。炭酸側がほんのりなことあるんだ。これちょっと飲んでみ今。めっちゃ焼酎。店に迷惑かけないでほしいので、まあ人によってはねちゃんと水飲んでほしいんやけども、ヤバめがいい人はこれやばいな。ここまで行ってたからね。飲む時に焼酎がつっかえる。若干プンってなる。ラスト1杯ということでね、ここで多分決まると思います。龍はね、これはちょっと今回もせんべろのコインがなくなっちゃったんで、もう単品で頼んだんやけど、ここが提供してるユースワインというワインがあって、それの赤やっぱりね結構ここワインに合う料理がすごい多いから、せっかくやからっていうので。しかしまあぜ、今食べるか。ポークステーキは冷めたけどめちゃくちゃうまい。ずっとジューシーだよね。ずっとジューシー。噛んだ時の感動が毎回ある。お供が濃いね。動画見てヤバめやろうとやる人いるかもしれんけど、多分ね、やめた方がいいと思う。絶対行って濃いめの方がいいと思う。これ結構硬いぞ。友達来てるやったらまだいいや。一人の時はね、多分酔うと思うので気ぃつけて。硬え。じゃあちょっと初めての伊豆スワインかな。どう香り？いいです。どんな酸味強め？いや、もうね、全然酸味とかない。ぶどうジュースみたいなフルーティー。匂いの通りフルーティー、甘い甘い。この今回の料理たちに、まあ、ステーキ人に合いそう。最初に頼んでもいい。ああ、まあでもそうやね。そう、うん、確かにそうやんね。お通しがさ、お通しのイワシのトマトハーブ漬けとかはそれこそワインなんか絶対相性いい。まあ一回ちょっと動画切ってちょっと時間経ったんですけど、マジで勝て、マジで減らねえ。今来たんかっていうレベルで。いや、飲んでないけどな、普通に酔っ払ってきた。まあ本当に一人で、かつステーキも食べなくけどコスパよくっていきたいんであれば、もう初手でヤバめ行ってもらって、残ってるコインを、まあ、お通し3品くるけども他の料理に振ってもらってもいいと思います。ただマジビビるぐらいね、濃い。ここまで行ってやがるね。動画の外でずっとうなってたもんね。濃い濃いよ。オーナーさんと仲いいけど、オーナーさん毎回さ撮影してくれるの来てくれるけど、あそこにニタニタしてたからね。ほんま。てか全スタッフさんがニコニコしてる。いやマジそれな。おもちゃにされてしまう。いやまあ飲んでね、まあ残ってる分平らげようと思います。もしかしたら次パッて切り替わって俺ブロックにするけど。じゃあ次に行きましょう。まあ先こうやってパッてやったと思うけど、もうねだいぶ酔っ払ったよ。ちょっと顔赤いね。体感はもうちょっとどころじゃないけどね。ヤバめはやばい。これだけ伝わればいいや。ラストこれをポークステーキで終わると思います。本当あれだね、最後まで美味しいね。ヤバめを抜いたらね、ヤバめはやばい。さっぱうまい。まずこうしてなんやねんって人ゼロじゃないかなっていう自信あるもん。いやそうだね、俺は絶対にまた来るよっていう気持ちでいる、ね、普通にプライベートで友達で進めるね。開けるか来いとけど。飲んだね。ヤバめはやばい。まあちょっと食べたんでね、お会計して出たと思います。はい、ということでね、お会計だと思いますけど、安くね。俺たち史上一番安い。しかもあれやで、今回1000ベロセットの枠を超えて高尾山っていうポークステーキと、あと5つワインを別途で単品で頼んだ上でのあるんじゃないからね。しかも今回最初の方は普通に行っちゃったけども、まあヤバめはせん方がいいけど、まあ濃いめとかもできるから、濃いめとかにしたらもうしっかり1000円の中でも酔えるしっていうところで、これはもうでもね、動画見てくれてる人は多分分かると思うけども、この系列はマジですごいのよ、コスパが。でその単純に安いっていうのもそうなんやけども、まあ味のクオリティとかも高いし、まあ今回龍は初めて来たんやけど、どうでした？よかったですか？絶対に来るし、俺たちほら普段参考にならないぐらい飲んじゃうじゃん。飲み食いしちゃうね。けど今回安かったね。1000ベロセットとか美味しいポークステーキいただいて、本当に今までの撮影で最安値だったんじゃない？でもちゃんと充実堪能したもん。お腹は今いっぱいっていうね。まあそうだから、まあこの中目黒のね、まあこの高架下にあるんやけど、ここ以外もまあいろんなお店あるし、まあ歩いてもらってもすごい発見があるから面白いと思うし、まあでもね、やっぱ動画見たんであれば、せっかくであればね、この丸いポークステーキ来てほしいです。でよければぜひ直高酒場見てって言って来てもらえれば、この株も上がるので来てほしいですけど、まあとりあえずマジでおすすめやから強制はせんけど、まあよければポークステーキも食べてください。本当に美味しいので。本当に美味しい。はい。ということでね、まあよかったら、中目黒来たら、来てみてください。他の系列店に関しては、概要欄に貼っときます。ということでこの辺で終わろうと思います。以上、ナゾトカでした。